précédemment dans Demon Slayer de Inokami Chronicles. 次は東京府浅草。鬼が潜んでいるとの噂あり。こる。この匂い、どうして突然こんなところで。あの時家に残っていた匂い、鬼物人無罪。鬼物人無罪。お知り合い？いや、困ったことに少しも知らない子ですね。人違いではないでしょうか。まあ、そうなの？あなた、どうしました？地獄の果てまで追いかけて、必ずお前の首に刃を振る。絶対にお前を許さない。あの耳飾り、貴様ら何をしている。酔っ払いか少年、この男から離れろ。ダメだ、拘束具を持ってきてください。頼みます。いいから離れろ。やめてください。俺以外はこの人を抑えられない。どけ。やめてくれ。この人に誰も殺させたくないんだ。邪魔をしないでくれ、お願いだから。ワクチ、四角無限の子。なんだこの香りは。あなたは鬼となった者にも人という言葉を使ってくださるのですね。そして助けようとしているならば、私もあなたを手助けしましょう。なぜですか。あなたの匂いは。そう、私は鬼ですが医者でもあり、あの男、鬼物児を抹殺したいと思っている。あなたは一体。これ以上の話は後にしましょう。まずはその方たちを早急に手当てしなければ。私の診療所にご案内します。一緒に来ていただけますか。診療所。いや、でも実はよそで妹を待たせているんです。わかりました。では私は治療が必要なお二方を先に診療所へ運びます。ゆしろ、あなたはこちらの方のご案内を。俺がですか。俺はあなたと離れたくない。ゆしろ、いいですね。わかりました。それではまた後ほどお会いしましょう。これから行く先には目くらましの術がかけてある。俺と一緒でなければお前は絶対にたどり着けない。目くらまし。それより鬼じゃないか、その女は。しかも仕込めだ。仕込め。見にくいってことか。誰が。禰豆子。仕込めのはずないだろう。よく見てみろ、この顔立ちを。町でも評判の美人だったぞ、禰豆子は。行くぞ。いや、行くけれども仕込めは違うだろう、絶対。ただいま戻りました。
先ほどはお任せしてしまいすみません。その奥さんは？この方は大丈夫ですよ。ご主人は気の毒ですが、拘束して地下牢に。人の怪我の手当てをして辛くないですか？鬼の俺たちが血肉の匂いによだれを垂らして耐えながら人間の治療をしているとでも。よしなさい。辛くはないですよ。普通の鬼よりかなり楽かと思います。私は私の体を随分いじっていますから。鬼舞辻の呪いも外しています。呪いが体をいじった？場所を変えてお話ししましょうか。あなた方の話も聞いておかなければなりませんからね。やはり力になれることがあると思います。それにはまず先ほどの続き、私たちのことをお話ししなければなりません。先ほども申しましたが、私たちは鬼です。ですが私たちは人を喰らうことなく暮らしていけるようにしました。人の血を少量飲むだけでこと足りる。血を？それは不快に思われるかもしれませんが、金銭に余裕のない方から輸血と称して血を買っています。もちろん彼らの体に支障が出ない量です。そうか、この人たちから鬼特有の異臭がしない理由はそれなんだ。ユシロウはもっと少量の血で足ります。この子は私が鬼にしました。え、あなたがですか？でも、え、そうですね。鬼舞辻以外は鬼を増やすことができないとされている。それは概ね正しいです。200年以上かかって鬼にできたのはユシロウただ一人ですから。え、一つ誤解しないでほしいのですが、私は鬼を増やそうとはしていません。不治の病や怪我などを負って余命いくばくもない人にしかその処置はしません。その時は必ず本人に鬼となっても生きながらえたいか尋ねてからします。嘘偽りのない清らかな匂いがする。この人は信用できる。珠代さん、鬼になってしまった人を人に戻す方法はありますか？鬼を人に戻す方法はあります。は、教えてください。どんな傷にも病にも必ず薬や治療法があるのです。ただ今の時点で鬼を人に戻すことはできない。ですが私たちは必ずその治療法を確立させたいと思っています。治療薬を作るためにはたくさんの鬼の血を調べなければなりません。そこであなたにお願いしたいことが2つあります。1つ、妹さんの血を調べさせてほしい。2つ、できる限り鬼舞辻の血が濃い鬼からも血液を採取してきてほしい。もう一つの願いは過酷なものになる。鬼舞辻の血が濃い鬼とはすなわち鬼舞辻により近い強さを持つ鬼ということです。そのような鬼から血を取るのは容易ではありません。それでもあなたはこの願いを聞いてくださいますか？それ以外に道がなければ俺はやります。まずい、伏せろ。ヤハバの言う通りじゃ。何もなかった場所に建物が現れたぞ。巧妙に物を隠す血気術が使われていたようだな。しかし足跡までは消すことはできぬ。わしの目にはごまかしは効かぬぞ。あいつら鬼舞辻の手下か。今までの鬼と明らかに匂いが違う。強いのか。濃い匂いだ。肺の中に入ってくると重い。ん？耳に花札のような飾りの鬼狩りはお前じゃの。俺を狙っているのか。面白いの、面白い
十二気づきである私に殺されることを光栄に思うがいい。十二気づき、鬼舞辻直属の配下です。珠代さん、この二人の鬼は鬼舞辻に近いですか？おそらく。では必ずこの二人から血を取ってみせます。そろそろ死ね。ねじれ、巻き取れ、ねじれ渦竜竜させぬわ。刀が重い。だけど二の肩、はい、血を取れ。必ず取ってみせる。少しでも早く薬を完成させるために、どんな鬼とも戦う。戦って勝っ、横見ぬグルマ。やった。おのれ、お前の首さえ持ち帰ればあのお方に認めていただけたのに。許さぬ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 。汚い土にわしの顔をつけおって、お前も道連れじゃ。しまった、相打ちだ。技を放って受け身を取らないと。体がぐちゃぐちゃだ。地の肩打ちよ。出せ、技を出せ。こんなところでやられるな。水車、滝つぼ、水面切れ、しずく波紋突き、ねじれうぜ。あばらと足が折れた。ダメだ、疲労で刀を握れない。早く行かなければ。鬼はまだいる。すぐ行く、すぐ行くから無事でいてくれ。どうか無事で。炭治郎さん、この方は十二気づきではありません。え、十二気づきは眼球に数字が刻まれていますが、この方にはない。おそらくもう一方も十二気づきではないでしょう。弱すぎる。弱すぎる。あれで、この血が治療薬を作るための手がかりになると良いのですが、私たちはこの土地を去ります。鬼舞辻に近づきすぎました。早く身を隠さなければ危険な状況です。それにうまく隠しているつもりでも、医者として人と関わりを持てば鬼だと気づかれる時がある。炭治郎さん。はい。禰豆子さんは私たちがお預かりしましょうか？え、絶対に安全とは言い切れませんが、戦いの場に連れて行くよりは危険が少ないかと。そうかもしれない。確かに預けた方が禰豆子のためにも。珠代さん、お気遣いありがとうございます。でも俺たちは一緒に行きます。離れ離れにはなりません。もう二度と。わかりました。では武運長久を祈ります。じゃあな。俺たちは痕跡を消してから行く。お前らはさっさと行け。あ、はい。それでは珠代さんも石郎さんもお元気で。行くよ、禰豆子。
炭治郎。お？お前の妹は美人だよ。Hey tout le monde, c'est Sino, j'espère que vous allez bien les amis, écoutez-moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le cinquième épisode de Demon Slayer de Hinokami Chronicles. La dernière fois on avait affronté Yahaba et Suzumaru. Et du coup, on va se retrouver du coup pour ce cinquième épisode. On va faire du coup le chapitre 4 qui sera l'écho des tambours. Et l'épisode d'aujourd'hui sera en route vers le sud-est. Donc, en route vers le sud-est, les souvenirs d'Asakusa sont frais dans l'esprit de Tanjiro tandis qu'il se rend à sa destination suivante au sud-est. C'est parti, commencez l'histoire. Lien fraternel, une rencontre inattendue avec Kibutsuji Musan vire au chaos. Heureusement, Tamayo et Yushiro offrent leur aide à Tanjiro, mais ils se retrouvent peu à peu après face avec Yahaba et Suzumaru. Les liens de Tanjiro et Nezuko sont plus forts que jamais lorsqu'ils quittent Asakusa après avoir juré de ne jamais se séparer. Shinda ka. Yaku ni mo tatanai munou domo me.地獄の果てまで追いかけて必ずお前の首にやいばを振れ今いましいガキめいずれ始末してやるさあ行こうかネズコでも次はどこに行けばいいんだろう。お、かまど炭治郎、新しい任務を伝える。浅草より南南東に鬼の住む屋敷あり。潜入してこれを撃て。鬼の住む屋敷。 La maison des démons. Sur les ordres du corbeau de liaison, Tanjiro se dirige vers le sud-sud-est en sortant d'Asakusa. En direction d'une maison infestée de... En route vers sa destination, il fait une rencontre. あれは… 頼むよ。頼む頼む頼む、結婚してくれ。いつ死ぬかわからないんだ俺は。だから結婚してほしいというわけで。な、何なんだ一体。ちっ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 。うん、そうか、わかった、なんとかするから。頼むよ、俺には君しかいないんだ。助けてくれ、結婚してくれ、お願い。何やってるんだ道の真ん中で。その子は嫌がっているだろう。そしてスズメを困らせるな。あ、大福、お前は最終殲滅の時の。お前みたいな奴は知人に存在しない。知らん。あっただろうが、あっただろうが、お前の問題だよ、記憶力のさ。さあ、もう大丈夫です。安心して家へ帰ってください。はい、ありがとうございます。おい！お前邪魔すんじゃねえよ！その子は俺と結婚するんだ！俺のこと好きなんだから！いつ私があなたを好きだと言いましたか！具合が悪そうに道端でうずくまっていたから声をかけただけでしょ。俺のこと好きだから心配して声かけてくれたんじゃないの。私には結婚を約束した人がいますので絶対ありえません。それだけ元気なら大丈夫ですね。さようなら。お前もうやめろ。なんで邪魔するんだ。お前には関係ないだろ。なんなんだよその顔。やめろ。なんでそんな別の生き物見るような目で俺を見てんだ。
お前責任取れよ。お前のせいで結婚できなかったんだから。なんか喋れよ。いいか、俺はもうすぐ死ぬ。次の仕事でだ。俺はな、ものすごく弱いんだぜ。なめるなよ。俺が結婚できるまでお前は俺を守れよな。俺の名はかまど炭治郎だ。そうかい、ごめんなさいね。俺は吾妻善逸だよ。助けてくれよ炭治郎。助けてくれってなんだ。なんで善逸は剣士になったんだ。なんでそんなに恥をさらすんだ。言い方ひどいだろ。女に騙されて借金したんだよ。借金を肩代わりしてくれたジジイが育てだったの。毎日毎日地獄の鍛錬だよ。死んだ方がマシだってくらいの。最終選別で死ねると思ったのにさ、運よく生き残るから未だに地獄の日々だぜ。あー、怖い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 。きっともうすぐ鬼に食われて死ぬんだ。生きたまま耳から脳髄を吸われて。いやーいやー、助けてー。どうしたんだ、大丈夫か。あひあひ。鬼が怖いっていう善逸の気持ちもわかるが、スズメを困らせたらダメだ。え？困ってた？スズメ？なんでわかるんだ？いや、善逸がずっとそんな風で仕事に行きたがらないし、女の子にすぐちょっかい出す上にいびきもうるさくて困ってるって言ってるぞ。ちっ！言ってんの？鳥の言葉がわかるのかよ。うん。嘘だろ、俺を騙そうとしてるだろ。かー、駆け足駆け足、炭治郎善逸走れ、共に向かえ次の場所まで、走れ走れ炭治郎善逸。ギャー、カラスが喋ってる。さあ急ごうか。なんて、なんでそんなに冷静なんだよ。善逸も南南島の屋敷に向かうところだったんだな。Oh, let's go les amis, j'ai trop hâte de jouer Zenitsu. Ça fait trop plaisir. Alors du coup, où est-ce qu'on en est pour la carte? Ah ben on a juste la destination, ok. Ah c'est drôle cette caméra, genre, c'est différent de d'habitude.炭治郎はさ、カラスが喋ってることに疑問とか抱かないわけ？最初は驚いたけど、今は慣れたよな。なんで慣れるんだよ。カラスが喋ってんだぞ、おかしいだろ。でも、話ができるって便利じゃないか。善逸もすぐに慣れるよ。Attendez, j'ai juste... J'attends juste qu'ils finissent de parler. Ok, c'est bon.屋敷だ。ここが任務の場所なのか。ん？子供だ。どうしたんだろう。君たち、こんなところで何してるんだ。俺はかまど炭治郎。こっちは吾妻善逸。君たち、名前は？翔一。テルコ。翔一とテルコか、いい名前だ。教えてくれ、何かあったのか。ここは二人の家？違う違う、ここは化け物の家だ。清志兄ちゃんが連れて行かれた。夜道を歩いていたら見たこともない化け物が現れて、俺たちには目もくれないで、兄ちゃんだけこの家に入ったんだな。うん、二人で後をつけたのか。偉いぞ、頑張ったな。兄ちゃんの血の跡をたどったんだ、怪我したから。怪我？大丈夫だ、俺たちが悪いやつを倒して
兄ちゃんを助ける。本当？本当に？うん、きっと。炭治郎、なあ、この音何なんだ？気持ち悪い音、ずっと聞こえる。鼓か？これ音？音なんて…鬼の声、屋敷の主か。善逸、行こう。でも、今助けられるのは俺と善逸だけだ。そうか、わかった。いやー、なんだよ、なんでそんなアニャみたいな顔すんだよ。行くよ。無理強いするつもりはない。もしもの時のためにこの箱を置いていく。何かあっても二人を守ってくれるから。じゃあ行ってくる。いくつもの鬼の匂い。一人だけじゃない。屋敷の中に複数の鬼がいる。炭治郎、な炭治郎、守ってくれるよな。俺を守ってくれるよな。善逸、ちょっと申し訳ないが、前の戦いで俺はあばらと足が折れている。そしてまだそれが完治していない。だから…何言ってんだよ骨。折れんじゃないよ骨。折れてる炭治郎じゃ俺を守りきれないぜ。死んじまうぞ。どうすんだどうすんだ。死ぬよこれ。死ぬ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 。善逸、静かにするんだ。お前は大丈夫だ。休めはよせよ。違うんだ、俺にはわかる。善逸は…ダメだ。いや、入ってきたらダメだ。お兄ちゃん、あの箱カリカリ音がして怖い。だからって置いてこられたら切ないぞ。あれは俺の命よりも大切なものなのに。キャー。あ、ごめん、尻が。部屋が変わった。いや、俺たちが移動したのか。鼓の音に合わせて。お兄ちゃんと離れ離れにしてごめんな。でも俺が必ず守るから。お兄ちゃんのことも善逸が守るよ。大丈夫。うん、さあ行こう。俺についてくるんだよ。Et c'est parti les amis. Et du coup, je pense, ouais, ok, j'ai pas d'objectif. Je peux juste suivre l'odeur. Et ben on est parti. Oh waouh. Pour ceux qui ont vu l'épisode, vous savez ce qui va se passer. Waouh, waouh, waouh. Ok. Oh, la pièce, elle a changé. La pièce a encore changé. Encore ce son de tambour. Qu'est-ce qui se passe? Waouh. C'est un truc de ouf. Hé, hé, c'est sûrement ça. Attends. Ok, je pense qu'il faut que j'aille juste là. Ah, y a rien d'autre.Oh, y a tellement pas de bruit. Y a aucun bruit. Si je vais là, il se passe quoi? Oh, y a des trucs à récupérer en fait. Ok, là, y a des griffes. Si je vais là.
Je crois que j'avais pas le choix. Ah, ok. Bah, ça veut dire que je me rapproche. Oh lolo. La pièce a été lacérée. Qu'est-il arrivé? Reste près de moi, tu seras en sécurité. Oh, waouh. Oh, 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 oh. Ceux qui ont vu l'épisode, vous savez ce qui va se passer. Ok, je vois qu'il y a un truc à faire là-bas. Mais comment j'y accède? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Elle me fait peur, elle aussi. Elle me fait peur. Ah, je pense que je peux passer de l'autre côté maintenant. Est-ce que c'est ça? Oui. Oh, je suis trop intelligent. Ok. Du sang a coulé ici. Quelqu'un a dû être attaqué par un démon. Du coup, je vais aller par là. Encore ce son de tambour. Qu'est-ce qui se passe? Par là. Ok. Et au niveau de la carte... Ah, il y a un truc à récupérer. Nice. Comme ça... Et là, ça s'ouvre. Yes. Ok. Et du coup... Ok. Des marques de griffes. Est-ce qu'elles viennent d'un démon qui utilise son pouvoir sanguinaire? 2 sur 4, parfait. Ok, du coup je dois aller là. Tant de sang, quelqu'un a dû être avant son téloco, il ne faut pas rester ici. Ok. Ok, du coup faut que j'aille à gauche. Boum. La pièce a encore changé. Ouais, j'imagine. Et là... Alors, ici, il y a des documents. Le propriétaire de la maison a dû les écrire. Mais ils sont tous déchirés et gribouillés. Je n'arrive pas à lire. 3 sur 4. Ah, je me trompe toujours de bouton. Et bah, du coup, j'ai juste à aller droit devant. Ok. Ouais. Moi aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est ce qui va arriver. Mais du coup, il me reste encore un truc, un objectif à faire. Ok. いくつかの匂いの中でもこの屋敷に染み付いたきつい匂いだ。かなり人を食ってる。こいつがこの屋敷の主。あいつらさえ、あいつらさえ邪魔しなければ、忌々しいこの境界の縄張りで勝手な振る舞いを。おい、お前。俺は鬼殺隊階級水の塔鎌の炭治郎だ。今からお前を斬る。俺が見つけたマレチの子供なのに。テリコ、畳が側面にある。部屋が回転したんだ。これがこの鬼の血気術。屋敷すべてが鬼の縄張り。あ、なんだ、妙な匂いが迫ってくる。鬼じゃない。ちょっとつ、もし。なんだあの男。イノシシの皮をかぶって日輪刀を持っている。鬼殺隊員なのか。さあ化け物、屍を晒して俺がより強くなるため、より高くいくための踏み台となる。腹立たしい、腹立たしい。行くぜ、衝突もし。虫め、消えろ、死ね虫め。右回転、消え失せろ。左回転、虫め、虫けらどもめ。
だんだん分かってきたぞ。また部屋が変わった。でもどういうことだ。さっきのあの鬼は鼓を打っていないぞ。この屋敷は複数の鬼の匂いがする。別の鬼も鼓を持っているのか。大丈夫だから、俺の後ろにいるんだよ。Allez, c'est parti. Et du coup, j'ai toujours pas la petite quête. Mince. Je m'attendais à la voir. Oh mon dieu. Ah oui, d'accord, ok, tu m'étonnes. Oh putain.Oh, c'est glauque. Allez, c'est parti. この匂いは善逸だ。間違いない、ここを通ったんだ。まだ匂いが新しい、ついさっき通ったばかりだ。それにテルコの兄ちゃんの匂いもする。よかった、二人一緒だぞ。善逸といるなら一安心だ。善逸って黄色の髪の？ああ、屋敷の前で泣き叫んでた人？ああ大丈夫なのかな。大丈夫、善逸はああ見えてすごいんだ。俺は匂いでわかるから。だって善逸は死ぬ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 、死んでしまうぞ。これは死ぬ。炭治郎と離れちゃった。テルコ、テルコ、ダメダメダメ、大声出したらダメ。大声出して悪い奴に聞かれたら大変だよ。ちょっと外に出よう。なんで外に？自分だけ助かろうとしてるんですか？死ぬとかそういうことずっと言って恥ずかしくないですか？はっ、年下にすがりついて情けないと思わないんですか？あなたの腰の刀は一体何のためにあるんですか？すごい切れ味の言葉が。Mais non, je joue Zenitsu, trop stylé. Ah ouais, par contre, il est super lent. Oh. C'était un rat.Oh là là, attends. Oh putain. C'est ça le problème avec Zenitsu, c'est que c'est vraiment. Il a peur de tout. Il abuse. Il sert à rien.J'adore. Il est tellement lent. Faudrait que je fasse une action. Oh putain. Il en fait tellement trop, c'est abusé.Allez, c'est parti. すみません、善一さん。合図をしてくれよ。話しかけるなら急に来ないでくれよ。心臓が口から丸み出るところだった。すみません。もしそうなっていたら、まさしくお前は人殺しだったぞ。わかるか。ただちょっと汗、息、震えがひどすぎて。なんだよ、俺は精一杯頑張ってるだろう。いや、申し訳ないんですけど、
俺も不安になってくるので。やだごめんね。でもな、でもな、あんまり喋ったりしてると鬼とかにほら見つかるかもだろ。だから極力静かにした方がいいって思うの俺は。どう？はあ、子供だ、舌触りが良さそうだ。ほらごらん、出たじゃない、出たじゃない。善逸さん立って。はあ、膝に来てる、恐怖が8割膝に。おお、俺のことは置いていけ、逃げるんだ。そんなことはできない。なんていい子なんだ、こんな怯えた音になってるのに。俺が何とかしなくちゃ。俺が守ってあげないとかわいそうだろ、去年が一桁とかあんまりだぞ。でも俺はすごく弱いんだよ、守ってあげられる力がないの。だってでも俺が守ってあげなきゃ。お前のノーズを耳からじるりと吸ってやるぞ。善逸さん、善…寝ている…善逸さん、ah oui, let's go, let's go. Je joue Zenitsu. Mon rêve dans ce jeu, c'était de jouer Zenitsu. Oh là 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 là, il a tellement de charisme. Il est tellement stylé. J'ai envie de voir son attaque. Oh là 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 là. Oh les gars, vous pouvez pas savoir comment c'est un plaisir. C'est mon perso préféré dans Demon Slayer, alors là vraiment, c'est un plaisir. Oh là là, mais en plus je peux le faire plusieurs fois, c'est trop bien. Il est trop fort. Il est trop fort. Oh là 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 là. Mama, comment c'est trop stylé. Je suis sûr que si je garde beaucoup genre de chakra, on va dire, je pense que je peux faire plusieurs fois l'attaque. Là, je vais essayer d'en garder pour voir si je peux la faire plusieurs fois. Ok, nickel. Là, c'est bon. Ah, merde. Oh, l'éveil. Magnifique. Allez, c'est parti. J'essaye. Oh ouais, c'est possible. Oh là là, mais trop stylé. C'est magnifique. Allez, on finit avec ça. Et c'est magnifique. Kaminari no kokyu. Ichi no kata. Hekireki issei. ん？いやー、死んでる、急に死んでるよ、何なの、もうやだ、何これ、何これ、やだ。翔一くん、まさか。ありがとう、助かったよ、この恩は忘れないよ。こんな強いなら最初に言っといてよ。どういうことなの？何か言った？いや、うん、何でもない。行きましょうか。うん。善逸たちの匂いが途切れて追えない。
Ok, je vais pouvoir faire du coup le dernier objectif quoi. Attends, j'attends qu'elle finisse. Voilà, allez, c'est parti. Quel dégât le démon de tout à l'heure doit être doit en être le responsable. Je doute de pouvoir rester sur mes deux jambes s'il m'attaque. Et du coup, j'ai terminé l'objectif. Et j'ai gagné du coup un panneau de récompense. Parfait. C'est pour ça que je fais du coup les objectifs. Comme ça, je gagne les récompenses. Et comme ça, je suis pas obligé de les refaire.人間の匂いがする。善逸たちとは違う。この匂い、嗅いだ覚えがある。これはあの男だ。鼓の鬼と向かい合ってた時に乱入してきた剣士。 また飛ばされた。3日前からずっとこんな調子だ、畜生。こんな狭苦しい建物の中を進むのは得意じゃねえんだよ、俺は。Oh là là, mais c'est quoi cet épisode trop bien maintenant, Julie Nozuke, mais waouh, mais oh putain, comment il va archi vite par contre, ça fait plaisir. Oh là là, mais j'adore cet épisode. J'ai joué Zenitsu, maintenant joue Inosuke. Quoi de rêver de mieux quoi. C'est trop cool. J'espère qu'ils feront partie de mon équipe. Allez, c'est parti. しかばねをさらして俺の踏み台となる。正面から向かってくるとはいい度胸だ。レッツゴー。oh, mais j'adore cet épisode. J'adore cet épisode. Oh là 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 là, c'est trop stylé. J'adore cet épisode.Oh merde. Oh là là, les dégâts. Mais les dégâts magnifiques. Putain, j'ai envie de voir c'est quoi sa garde à lui. Oh punaise. Ok, c'est quoi sa garde. Oh. Oh oui, trop stylé. J'aurais dû faire ça avec Zenitsu. J'y ai pas pensé. Autant pour moi les amis. Oh, j'ai réussi à le bloquer. Comment c'est possible. Non non non. Attention. Ok. J'adore, c'est trop stylé. Oh là 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 là. En plus je lui mets un combo magnifique. Et là, la petite brise garde qui fait plaisir. Là je peux mettre le mode éveil. Ce serait bien que je puisse mettre la technique spéciale. Ce serait trop trop bien. Comme ça je verrai c'est quoi sa technique spéciale. Mais je pense que c'est la charge du sanglier. Oh là 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 là, mais il prend tellement de dégâts. J'aimerais trop pouvoir faire la technique spéciale là. Il me cherche. Ah non, mais c'est une blague. Mais il me saoule. Voilà. Allez. Je vais terminer comme ça. Boum, magnifique.善逸の匂いもイノシシの匂いも感じなくなってしまった。鼓の鬼のいる方向は大体わかる。でも鼓のせいでなかなか先に進めない。あ、
鼓の音、また場所を変えられた。これは人間の匂いだ。イノシシとは違う。怪我をしてるのか。血の匂いがする。でもこの匂いはちょっと今まで嗅いだことがない。Et on retourne à la lenteur de Tanjiro, super. ここだ。血の匂いはここから漂ってきてる。キヨシ兄ちゃん。あ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。テルコ。その人は。俺はかまど炭治郎。悪い鬼を倒しに来た。さあ、傷を見せて。一人でよく頑張ったな。ここで何があったか話せるか。あ、化け物にさらわれて。割れそうになった。そしたらどこからか別の化け物が来て殺し合いをし始めた。誰が俺を食うかって。それで体から鼓が生えているやつ、あいつが他のやつにやられたとき、この鼓を落としたから、それを拾って叩いたら、部屋が変わって、なんとか今まで。鼓が生えているやつ、あいつか。あいつは、マレチ。そんなことを言ってたが。そうだ、そう。俺のことをマレチって呼ぶんだ。かマレチとは珍しき血の持ち主である。あ、お前も屋敷に入ってきてたのか。生き物の血には種類、系統がある。マレチの中でもさらに数少ないもの。珍しき血であればあるほど鬼にはそのマレチ一人で50人、100人人を食ったのと同じくらいの栄養がある。マレチは鬼のごちそうだ、大好物だ。俺はこの部屋を出る。落ち着いて、大丈夫だ。鬼を倒しに行ってくるから。いいか、テルコ、兄ちゃんは今本当に疲れているから、テルコが助けてやるんだぞ。俺が部屋を出たらすぐ鼓を打って移動しろ。今までキヨシがしてきたように、誰かが戸を開けようとしたり物音がしたら間髪を入れずに鼓を打って逃げるんだ。俺は必ず迎えに来る。二人の匂いをたどって戸を開けるときは名前を呼ぶから、もう少しだけ頑張るんだ。できるな。偉い、強いな。行ってくる。叩いてくれ。強烈な匂い、鼓の鬼、近いぞ。Ok, c'est parti les amis. Allez là, c'est sûr, on va se fight. Kyoretsu na nioi. Machigai nai. Tsuzumi no oni ga koko ni iru. Itta.
珠代さんに手当てをしてもらっているが、怪我は完治してない。その怪我が痛くて痛くてたまらない。俺はもう本当にずっと我慢してた。善逸を女の子から引き剥がした時も、声を張った時も、すごい痛いのを我慢してた。俺は長男だから我慢できたけど、次男だったら我慢できなかった。大丈夫だ炭治郎、自分を信じろ。俺は長男なんだから。Et c'est parti les amis. Du coup, l'affrontement. Ouah, trop stylé. Maretchi. Maretchi. Are sae kueba. 50 nin. Ya 100 nin bun.マレチの人間をもっと探して食うのだ。そうしたら小生はまた十二鬼月に戻れる。見つけたぞ、進みの鬼。虫けらが何度も何度も鬱陶しいぞ。Allez, on est parti, les amis. On va se fight.Ok, je savais qu'il fallait pas attaquer maintenant. Oh, il est chiant. Ah, X. Ok. Je dois aller où? Ah, ok, faut que j'appuie au bon moment. Allez, c'est parti. Pff, merde. Non, 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 non. Vite.Oui. Oh mince, 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 mince. Oh, pouvoir ultime. Magnifique. Magnifique. Oh là là.あの鬼の爪のような跡がつく攻撃、あれが怖くて向こうに近づけない。しぶとい虫が逃げ回りおって、くそ、いまいましい。早くマレチを食わねばならんというのに。焦るな、まっすぐに前を向け、己を鼓舞しろ。頑張れ炭治郎、頑張れ。俺は今までよくやってきた。俺はできるやつだ。そして今日もこれからも折れていても、俺がくじけることは絶対にない。小生はマレチを得て十二鬼月に戻るのだ。消えろ虫けら。Et on est reparti. Wouah, direct. Ok. Oh non, pas ça, 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 pas ça. Oh, tout mais pas ça. Oh non, il est chiant. Ok, c'est bon. Vite. Il est où, il est où? Non, mais c'est une blagueWouah, attends, je vois rien. Je vois pas les attaques. Oh, c'est impossible. C'est trop dur.
Les gars, c'est trop dur. Vite. Ouah, c'est abusé comment c'est trop dur. Allez. Allez. Vite. Et merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je me suis trompé. Non, 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 pas par là. Oh là 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 là, mais je me fais défoncer. Mais il me défonce. Allez, vite. Oui, let's go.殺したことは許さない。そうか。そうだ、血を取らなきゃ。こんなの作って由志郎さんは器用だ。あ、猫。あ、君が珠代さんのところへ届けてくれるんだな。よしよし、ありがとう。これでよし。じゃあ気をつけて。おお、ユシロウさんの術で泣くまで人の目には見えず、もう一度泣くとまた姿を消すとは聞いてたけど。成仏してください。テル子たちを探さないと。キヨシ、テル子、炭治郎さん、よく頑張ったぞ。さあ外に出よう。足は大丈夫か？はい。あ、善一と正一の匂いがする。外に出てるな。二人とも無事。血の匂いだ。どけ。刀を抜いて戦え、この弱みそが。炭治郎、俺守ったよ。お前がこれ命より大事なものだって言ってたから。これ以上俺の邪魔をするならお前ごと箱を串刺しにしてやる。やめろ。ああ、うわー、音、頭骨割れてない？あ、ん？え？女？え？顔？なんだこら。俺の顔に文句でもあんのか？君の顔に文句はない。こじんまりしていて色白でいいんじゃないかと思う。殺すぞてめえ。かかってこい。ダメだ、もうかかっていかない。おい、でこっぱち、俺の名を教えてやる。橋平伊之助だ、覚えておけ。どういう字を書くんだ。じ、じ、
俺は読み書きができねえんだよ。名前はふんどしに書いてあるけど。うわ、倒れた。多分脳震盪だ。俺が力いっぱい頭突きしたから。え、怖っ。炭治郎、頭から血も出てないし、どんだけ頭固いんだ。本当にありがとうございました。家までは自分たちで帰れます。ありがとう、炭治郎さん。ありがとうございました、炭治郎さん。善一さんもありがとうございました。翔一くん、俺を置いて行っちゃうのかい。ダメだダメだダメだ、翔一くんは行っちゃダメだ。翔一くんは強いんだ。翔一くんに俺を守ってもらうんだ。翔一くんは嫌がってるだろう。俺を放っていかないで。いい加減にしろ。気をつけて。はい。うっ、起きた。勝負勝負。おい、どこ行く。山を降りるんだよ。まだ勝負は終わってねえぞ。疲れてるだろ。いいから降りるぞ。はあ、俺は疲れてねえ。勝負だ。ガルル、山を降りろ、山を降りろ、カー。さあついてこい、この私に。カー、カー。ほら、カスガイガラスもああ言ってるぞ。知るか、こいやデコッパじゃ。藤の花の家紋。カー、休息休息。負傷につき完治するまで休息せよ。藤の花の家紋の家は前に鬼狩りに命を救われた一族。鬼狩りであれば無償で尽くす。え、休んでいいのか。俺今回怪我したまま鬼と戦ったけど。ケケケケケケって。すみません、あの、すみません。はい。あ、夜分に申し訳ありません。鬼狩り様でございますね。どうぞ。三人ともあばらが折れてるとはな。あばらよりコブがいて。ごめん。お前、俺に謝れよな。痛かったんだぞ。ボカスカボカスカ叩きやがって。謝れ。断る。謝れよ。断る。俺は慣れ合うために入隊したんじゃねえんだよ。じゃあ猪之助はどうして鬼殺隊に入ったんだ。ああ、何かきっかけはあるんだろう。鬼殺隊の隊員ってやつが俺の山の中に来やがったから、力比べして刀を奪ってやった。そしたら最終選別ってのがあることや、鬼の存在について聞いてよ。それで猪之助は鬼殺隊に入ったのか。っていうか猪之助も俺と同じ山育ちなんだな。お前と一緒にすんなよ。俺には親も兄弟もいねえぜ。他の生き物との力比べだけが俺の唯一の楽しみだ。そうか、そうか。炭治郎、誰も聞かないから俺が聞くけどさ、
鬼を連れているのはどういうことなんだ？善逸、分かっててかばってくれたんだな。善逸は本当にいいやつだな。ありがとう。おまん、そんな褒めても仕方ねえぞ。俺は鼻が利くんだ。最初から分かってたよ。善逸が優しいのも強いのも。いや、強くはねえよ。ふざけんなよ。お前が翔一くんを連れてくの邪魔したのは許してねえぞ。あ、出てこようとしてる、出てこようとしてる。大丈夫だ。出たゼニツ、禰豆子は俺の…あ、炭治郎、お前…お前…いいゴミ分だな。え、こんな可愛い女の子連れて毎日ウキ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 旅してたんだな。俺の長さたちを返せよ。俺は…俺はな、お前が毎日あのウフで女の子とイチャつくために頑張ったわけじゃない。そんなことのために俺は変なイノシシに殴られ蹴られたのか。善逸、落ち着け。どうしたんだ急に。くさつさいわな、お遊び気分で入るところじゃねえ。お前のようなやつは粛清だよ、即尺さ。そういや、俺の結婚を邪魔した罪と松竹を返した罪もあったな。サクサクサク、鬼殺隊よ、なめるんじゃねえ。お前、お前なんかだ。ファーク、ゼイツ、やめろ。鬼殺隊をなめると地獄行きだ。恨めしや。その後、夜遅くまで俺は善逸に責められた。何度も何度も。善逸、待ってくれ。何を言ってるのか俺には分からないぞ。ああ、そうだろう。そのお前のようなやからに俺の気持ちは一生分からないだろうよ。返せ、結婚相手の女の子を返せ。俺の翔一君を返せよ。とにかく落ち着け。何をそんなに怒ってるんだ。お前の不実さに怒ってるんだ。そしてようやく善逸の興奮が収まって、みんなが寝静まった深夜、俺は骨折と疲労の蓄積から少し熱を出した。父さんは体が弱いのに、どうしてあんな雪の中で長い間舞いを舞えるの？息の仕方があるんだよ。どれだけ動いても疲れない息の仕方。禰豆子、汗をかいてる。そうか、熱が出て、それで。ありがとう。俺が心配で見てくれてたんだな。ん？それにしても懐かしい夢だった。父さんがやっていた神楽、流れるように美しい舞。父さんの言葉。禰豆子ちゃん。
善逸、いい加減にしないか。たんじろう。ねずこちゃんは炭治郎の妹、ねずこちゃんの兄が炭治郎。仲良くしよう、炭治郎。善逸、頼むからくっついてこないでくれ。そんなこと言うなよ、炭治郎。腹減った。失礼いたします。今日のお夕げは何にいたしましょう。天ぷらはいかがですか。そう、衣のついたあれでございます。かまど炭治郎、あがつま善逸、はしびら伊之助、次なる任務を伝える。心して聞け。次の任務は北北東、北北東、北北東。明日の朝、三人でなた雲山に向かえ。なた雲山に向かえ。うえ、せっかく傷が治ったのに。よっしゃ、任せろ。なた雲山、初めて聞く場所だ。いかがされましたか。今動かすことのできる柱は義勇様と忍様のお二方です。その二人をここに。かしこまりました。思っていた以上の戦いになるかもしれない。どうか気をつけておくれ、子供たち。Ok les amis, beaucoup de cinématiques là, je vous avoue. Du coup, Shafritr 5, le dieu du feu, est maintenant disponible. Nouveau personnage jouable, Agatsuma Zenitsu, Hashibira Inosuke. Donc ça fait plaisir. Jouables ont été ajoutés pour les missions spéciales. Trop cool, ça veut dire que du coup je vais pouvoir jouer avec Zenitsu et Inosuke. Et du coup, le prochain épisode, ce sera du coup le dieu du feu. Et voilà les amis, du coup c'est la fin de ce cinquième épisode de Demon Slayer de Hinokami Chronicles. J'espère que cet épisode vous aura plu, mais en tout cas j'ai sûr kiffé cet épisode. Je trouve que c'est le meilleur épisode que j'ai fait pour l'instant, parce que j'ai joué Inosuke, j'ai joué Zenitsu. Que demander de plus, mes deux persos préférés, du coup surtout Zenitsu. Du coup les amis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, et si vous êtes nouveau, nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notif pour savoir direct quand je sortirai une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Voilà, bref, c'était Sinos, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée si vous regardez cette vidéo la journée ou le soir, et moi je vous dis ciao la team gaming.